テンハレランマン、星1。スティールボールランに真っ赤 GOGO をかけて、作画をグレン・ラガンにしたような闇鍋作品。この漫画の文芸すぎて思考が止まった部分は冒頭2コマで。この漫画は、グレン・ラガン風の作画でスティールボールランに真っ赤 GOGO をする漫画ですよ。という作画を見せつけてくれる作画力。何よりも、言い方が悪いが多分ロケットで突き抜ける匂いしかしない。この漫画のネタがダメだとかそういうのじゃなくて根本的な部分でなんか見たことがあるといった既視感だったり。あ、この漫画ジェネリック作品ね、という印象を読者に与えてしまったら、もうそれは作品としての長さを稼げないので。面白いかどうかじゃないって部分ね。シナリオは結構面白いオールドクラシックな内容で、明治っぽい時代にエンジニアとして天才な主人公が、エンジニアなんて存在しない時代なので日本という村社会から迫害されていたところをなんやかんやあって、アメリカに行ってアメリカンドリームを捕まえるために車を使ってスティールボールランを始めるというシナリオ。次にこの漫画で2021年以降にしない方が良いタブーみたいなのがあって、それはロシア人と中国人をいいやつとして使うって部分で、民主主義国家の中でヘイトが溜まりすぎているのでキャラクターに罪はないんだけど、読者がそのキャラのナショナリティを意識するだけで不快になるからしない方がいいよ。そんな感じでシナリオもクラシックで面白いんだけど、早期終了してしまうやつ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。